それでは定例会見を始めさせていただきたいと思います。会見事項の前にですね、3月17日に私の記者発表を行っております。ウクライナの避難民の方への支援の状況について現状をお伝えさせていただきます。現在までの千葉市では5世帯の方のご相談を受けております。このうち3世帯の方々の支援住宅の入居手続きが進めているということであります。今後は生活立ち上げに必要な基本的な物品につきましても千葉市の方で、ご用意できるように進めていきたいと考えております。またウクライナとロシア語のですね、ボランティアの募集を行っておりますけれども、これまでに11名の方からご連絡をいただいております。すでに3名の方についてはですね、ボランティア登録を実際にしていただきました。これからもですね、生活が上回れて、避難されてくるウクライナの方々への支援に努めてまいりたいと思っております。それでは発表事項に移って、発表事項についてお話しさせていただきます。今日は発表事項が2件、発表事項が1件でございます。まず発表事項の1件目ですが、スマートシティ事業性改革、行政デジタル化で市民とともに新しい千葉市をまして、千葉市の未来に向けた3つの新番についてお知らせをします。こちらの3つは新番としてますけれども、スマートシティ推進事業、スマートシティ推進事業、行政デジタル化推進支援を新たに策定するとともにですね、行政改革推進支援を達成、しまして、3つの新番を設定いたしました。策定の関係ですけれども、少子高齢化、また気候変動リスクなど社会環境に変化を続けております。この対応したい公正サービスを維持していかなければなりませんけれども、市民サービスの向上をですね、話したい、このために今回職員に対しては新しい仕事の進め方というような政策になっておりますし、市民の皆様にはですね、こういった町づくりへの参画ご理解をお願いしているというようになっております。簡易的な町づくり可能な女性運動を推進していきたいと考えております。詳細につきまして西地の資料でご説明させていただきたいと思います。まず全体のイメージですけれども、全体としてですね、市民の皆さん、民間企業、大学などの関係機関と一緒にですね、スマートシティの利用を推進していきたいと考えていまして、みんなで次の会議の場地、この実験を目標を立てていただいております。目指す姿を考えております。市役所自身がですね、上田市長の企業活動を推進していくというともにですね、あらゆる分野でデジタル化を進めていくことで、スマートな市役所を進めていくし、多様なニーズにお伝えしていきたいというふうになります。3つの指針については、さまざまな視点を皆さんと連携をして、デジタル技術の活用を積極的に進めていくことを掲げています。これからの市役所の実績や、行政運営に関する審判的な意味を持ったものになっております。次のページをお願いいたします。3ページをお願いいたします。個々の指針の概要についてご説明をさせていただきます。まずスマートシティ推進ビジョンについてですけれども、目指す姿として、みんなで作る環境を話しておりますが、快適とはですね、心地よくちょうどいい思いを持っていただきました。具体的には、特別採決、全体採決、市民主体というのを行っていただきますけれども、非常時の発表、環境整備によりまして、多様な選択が生まれているようになっています。一人一人に自分に合ったです、ね、サービスを受けられる環境づくりを目指していきたいというふうに思っています。また、行政資源の限りの関係でございますので、そうした行政資源、時間や空間をですね、多少有効に活用していくというのがあるのではないかと考えていまして、行政資源制約の中で、ですね、組織的にサービスを活用させていく考え方を考えていただいています。また、行政だけではですね、解決は困難な課題が大きくなってきておりますので、さまざまな主体が連携することでですね、市民の課題解決に取り組んでいきたいと考えております。また基本的な考え方として、市民中心、課題解決、価値創造、分野分担、分解対策の3つの原則を掲げております。こうした原則に沿った取り組みを生かして、快適な街の実現を図っていきたいと思います。実現に向けた取り組みの方向性については、あらゆる分野、
をですね、市民目線で暮らし、ビジネス、学び、自治役所の5つに分類をしております。デジタルというと情報教育だけがですね、取り組むというような視点を出てきてしまうと同じなんですけども、そうではなくて、あらゆる分野においてですね、デジタル化、基本にですね、今抱えた分野、抱えている課題について、テクノロジーを活用して、新しい、また質の高いサービスを提供していく、そうした考え方をですね、分析させていただいて、市役所の職員の自然体としても進めていきたいと考えております。4ページをお願いいたします。続いて、行政改革推進指針になりますけれども、今回の指針の改正では、限られた行政支援でも対応が任務に支え続けられるという条件これを今お知らせいたしました。サービスの受け手側の立場をですね、しっかり考慮して、サービスデザイン志向に基づいてですね、民間サービスやさまざまな人材などの支援を柔軟に組み合わせることを考え方にしています。脱観光前例主義、脱行政管理型、脱労働集約型の3つの脱推進をですね、担当しておりしております。そのように視点に沿った手法を伝えながらですね、取り組みを組み合わせていければと思っております。次のページ、5ページをご覧ください。行政デジタル化推進指針についてになります。今回この指針に立ち入れずにですね、新たに寄り添うデジタル化ということを立ち入れずにいたしました。これまでも一人一人のニーズに合わせてですね、情報を提供するや方々が使える制度、商品サービスを始めていますけれども、これを拡大するとともにですね、デジタルニーズを活用することで、皆さん、市民の皆さん、それぞれの立場、非常に合わせた、寄り添う取り組みをですね、市役所全体でデジタルニーズを使って進めていく。そしてその次の考え方を書かせていただいております。デジタルといいますと、各種適したものをしていただくんですけれども、市民生活をより便利にいただくしていく地域課題を解決するためにですね、デジタルを活用して、市民生活をぬくもりのあるものにしていきたい、そういった考え方にさせていただいております。次のページをお願いいたします。ステージ2になりますけれども、それでも指針における主な取り組みについて説明をしております。スマートシティにつきましては、スマートシティ推進ビジョンに基づく具体的な取り組みとしてですね、スマートシティプロジェクト2022を標準に発表することにいたしました。その中で、千葉市をさらに発展させていく、いわば進行的な取り組みとして3つのプロジェクトを基準にすることをしております。モビリティ、ゼロカーボン、スマート農業、市役所のスマート化などについて、ぜひ見ていきたいと思っています。そして、改革の分野についてなんですけれども、ランチと呼ばれるですね、行動デザイン手法に基づいたアプローチをですね、非常に進めていきたいと思っております。そしてそれぞれの方々が、行政サービス提供につながっていると思います。また、お気軽にコーナーですね、今年度、2度で実施しましたが、確認できたところが確認できておりますので、すべての役所でですね、設置の対応をしていきたいと思っております。このデジタル化につきましては、区役所の窓口にですね、多業務対応用の壁蓋板を設置しますし、ドラッグ予約システムを導入、また市役所の確認に向けるための AI のチャットボットの設置を具体的に実施をしていただきます。今後を予定している5月に行って出ていただきました。市民の皆さんにぜひお伝えしたいのは、市役所だけがですね、自分の意味ではなくて、市民の皆さんともにサービスを安定サービスに考えてですね、新しい市役所を作りたいということでございます。マルチ業種を活用することでですね、これまで非常に効率があるのはあったかもしれませんけれども、それを検証し、新しいですね、個人を一人一人に自分に合わせた行政サービスの提供ができるんじゃないかと考えていまして、企業や大学などの管理機関、の皆様を含めてですね、市民の皆様からぜひご意見、提案をいただきたいと思っております。一応、羅針盤の発表の一つでは以上でございます。次に、発表資料の素晴らしい中期財政運営方針の策定についてをご覧ください。令和4年度から令和1年度までを対象としています。
は大変大変欲しいのは新年度から取り組んでて、勝ちましたのでもしなくていうものです。あるというけれども、これまで、12年にわたりまして、しばし大学生学会に続いた大学運営が行われました。その結果、エンデザーマンナリーズなどの最新指標がですね、一定の改善をしておりまして、今後は市民サービスを安定的に立てていくと、持続可能な形で普及していくことは、これからも続けなければなりません。中長期的な視点を持ってですね、財政運営今後も進めていくことに必要な指針となっております。将来の発展にですね、必要な投資は確実に行いながらもですね、基本的財政収支、いわゆるプライマリーバランスの均衡というのを、今回の財政運営方針の中心に掲げまして、健全性を維持した財政運営を目指すことを概要にしております。内容につきましては、実施1のですね、詳しい中期財政運営方針の概要で説明いたしますので、ご覧ください。これまで12年間取り組んでまいりました財政健全化プランにつきましては、過去の負債のですね、残高を削減していくことを目標にしておりまして、主にストップの観点からですね、財政運営を進めてまいりました。例えば建設事業の債などのですね、何らか使用債務総額の何らかの削減をですね、目標に設定していたことになります。今後は財政運営の質の向上、真に必要な投資を確実に推進するとともにですね、プライマリーバランスの基準を上がって、財政運営の検討をしたいということですけれども、これを目標の方に行くのは皆さんですね、プライマリーバランスの基準を目指すと、大きな目標の柱にさせていただいております。具体的な概要としては3点になります。1つ目は繰り返しになりますが、それに財政収支、プライマリーバランスについて、プライマリーバランスは大した額以上には足りないということになりますけれども、この指標について、当時ですね、応援していくことでですね、将来からの抑制につなげていきたいというものであります。2点目は今年度判断比率の水準であります。支出公債比率などの財政表については、ここ1年ですね、新庁舎整備、新生総工場などの大型事業が重なる時期に当たりますので、直近の令和2年度決算と同水準の維持をですね、目標に掲げさせていただきました。で、3点目は借入金の返済についてであります。今回の借入金はいわば臨時的な対応で行うものなんですけれども、借入金残高というのが依然として長く人数を使っております。その長期の解消をですね、目指していきたいと思っております。可能な限り早期に返済していきたいと考えていまして、対象期間内にですね、80億円、年間20億円程度の返済を目指していきたいと考えています。第3期の経済運営の中ではですね、年間10億、5年間で40億円のですね、金管理金の返済を掲げていましたので、その倍の額を返済していきたいと考えております。初回につきましては、新任君大臣の指針であります、次大臣の指針をご覧いただければと思います。続きまして、最初期間、令和4年から令和7年度にかけての大臣の見通しについて試算をしておりますので、ご質問をいたします。吉木さんと今後の大臣の見通しをご覧ください。中央につきましては、試算と前提を書かせていただいておりますので、ご確認をください。2の財政収支になりますけれども、令和5年度までは今お話しの新庁舎の整備ですとか、新庁舎に利用していますけれども、爆発をしない整備の期間中にみたいなことがありまして、また令和4年度一時期コロナ対策の職域ということもありますので、収支不足拡大を起こします。こちらの収支不足につきましては、財政助成基金を通じてまいりますけれども、既に状況を参考にですね、昨年の金額の20億円と言いますが、それについて、財政助成基金は100億円程度で推移していますし、その100億円程度をですね、金残高として維持していくことを、ご協力させていただきたいと思います。次に、基礎的財政収支、プライマリーバランスについてなんですけれども、この2年間につきましては、
新庁舎、新設工場の整備を行いますので、大変厳しい状況があるんですけれども、この更新後の場所から4年間全体ではですね、進行を図られるか、そういった運営をしていきたいと思っております。4番の実質公開金利につきましても、実質には多めの5倍で、進むのではないかと考えておりますし、5番目の障害者金利につきましては、同じ事業がですね、重なるとおりますので、令和2年に期して、若干上昇はいたしますけれども、実質的には多めの5倍に推移することを考えておりまして、それを目標に運営していきたいと考えております。自治体団体につきましても、公設事業が重なっておりますので、令和2年度にして増加はしますけれども、中長期には悪化させない形にしていきたいと考えております。一方で、基金管理金団体につきましては、目標の一つ、柱の一つにしていきますけれども、この4年間、対象の280億円の返済を見込んでおりまして、今後も必要な限り、その返済に取り組みたいと思っております。財政運営方針の策定につきましては以上になります。次はお知らせ事項になります。こちらは福田電子ボードエリアのオープニングイベント開催のお知らせであります。新年度8月1日にですね、ゾガスポーツ公園内にスケートボードや BMX などができます。福田電子ボードエリアがオープンいたしますけれども、このオープンを記念いたしまして、翌2日の土曜日にオープニングイベントを開催をさせていただきます。イベントの内容ですけれども、ビギナーズスケートボードスクールといたしまして、東京2020オリンピックスケートボード女子パークで金メダルを獲得されております、外に桜選手、ほか3名の講師をお迎えしまして、小学生を対象としたスケートボードのワークショップを実施いたします。参加は無料です。事前申し込み制を取らせていただきたいと思っておりまして、明日午前9時から専用の方から申し込みできるようにいたします。スクールの参加者以外の方でもですね、観覧はいただけますので、この機会に施設をぜひご覧いただいて、多くの市民の皆様にご利用をいただきたいと考えています。今回のイベントの開催にあたりましては、次元ジャパンの組織委員会の皆様に多大なご協力をいただきました。この場合、特に選手もですね、出場予定の世界最大のアクションスポーツの最強大会、X Games 千葉2022につきましては、4月22日から3日間、ドバイのスタジアムで開催されますので、こちらもぜひご注目をお願いしたいと思っております。私からは以上であります。それでは、質疑を行いたいと思います。本日は、質疑さん、お願いします。時事通信の原です。よろしくお願いいたします。発表事項1についてお伺いしたいのですが、今回姿勢面での3つの羅針盤としてそれぞれ指針を発表されましたが、作成にあたり新型コロナ感染拡大によるライフスタイルの変化から影響を与えた部分があるか教えていただきたいのと、これら3つの指針関係性が深いように思われるんですけれども、市が取り組みを進めていくというのも、相乗効果について、もし市長が期待していることがあれば教えていただきたいです。はい。今回のビジョン、指針の策定、改定につきましては、コロナ禍でですね、ライフスタイル変化しておりまして、オンライン接触をですね、より強めていく、そういった流れの中にあるのだとには、期待をしております。で、一番その、ビジョン、指針の改正の中で、策定の中で、私は重要だと思っておりますのは、まず市の職員、各部署の方々に対してですね、デジタル化っていうのが情報関係部署、情報部署だけのものではなくて、全ての分野において、活用を基本的に考えていくべき事項だということです。仕事の進め方そのものの中に、基本として置いてほしいということでありまして、そういった中身をリビューしながら策定をさせていただきました。そういう意味で3つの計画、それぞれ行政デジタル化、行政開発支援、行政の中に、ありますけれども、行政内部の取り組みが中心になってもらいますが、スマートシティ推進ビジョンというのは行政内部ではなくてですね、まちづくりの中で市民の皆様、事業者の皆様にも協力、参画していただきたいという趣旨なんですけれども、それぞれ切り離して考えることができないというふうに思っ
っておりまして、行政手続きそのものについてみても、役所とですね、市民の皆様とのその接点となるところもありますから、使い勝手の予算ということに着目をして、仕組みですとかシステムの組み立てを行っていく、そういった観点も見せていただきまして、相乗効果というよりも、市民の皆さんと連携をして、業者の方のお近くにいただかないとですね、うまくいかない、そのための指針策定ということになっております。はい、ありがとうございました。じゃあ続きまして、NHK さんの話を。NHK の岡田申します。はい。後ほど、三浦新聞社と伺いましたんですけども、その中の時に、行政デジタル化ですけども、はい、これ、鶴瓶市長もお話しされてますように、市役所だけということではないと。民間であるとか、市民全体が参加しないと実現できないかと思うんですが、そういう時に一番懸念されるのは、やはりその、デジタルデバイド、その情報格差の問題があると思うんですけども、現在であればその、ちゃんとその仕組みを理解して、手続きできる人が、デジタル化進んだことによって、できなくなる、そして、どのようにサポートしていくのかということを含めて、問わせて、それを求めています。行政のデジタル化というのは、ゼロ100ではなくてですね、どうしてもそのデジタル技術 の、 利用が難しいかなというのがいらっしゃいます。で市役所っていうのは、あらゆる立場の人、放送の対象にサービスを提供しておりますので、デジタル技術をですね、活用するのが難しい方々に対しては、別の手法を必ず用意しなければいけないと思ってまして、それは典型としてでの上でのデジタル技術を活用になっていくというふうにご理解いただければと思いますし、リビングプロジェクトの中でもですね、デジタルデバイス対策を受けています。で少しご理解いただければ、使い回せる方もたくさんいらっしゃいますので、そういったむしろ今よりも便利になる、今よりも負担が少なくなるということをですね、やはりそのデジタル技術に馴染みのない方々にもですね、お伝えいただけるような取り組みというのはしっかりと進めていただければいけないというふうに思います。あともう一点、市長、防災コンセンター、ウクライナ関連のことなんですけど、はい、これもお聞きしてほしいですね。今、ご世帯の相談を受けていて、水産世帯で実際に認定手続きをするべきですけども、はい、もう少し詳しく教えていただけるんですか。ご世帯から認定できないかという相談がありまして、いくつかこちらで提供できる支援事業がありますので、3世代の方については、具体的な物件を提示をして、基本的にはご了解いただいたので、今、手続きを進めているという状況です。その世界の方々はすでに入局されてて、今市内にいらっしゃいます。はい、それも情報とか担当部署に、そうですね、総合的にお伝えしていますので、詳細については担当部署の方から説明させます。申し訳ございません。どうしたらどうぞ。それではこちら様からご質問いかがでしょうか。市長に就任されて間もなく1年になりますけれども、この1年振り返ってみて、率直な感想だったりを教えていただきたいのと、あとは例えば公約の進み具合だとか、県との協議の進み具合だとか、その辺の進捗状況、ご自身でどのように考えていらっしゃるか、教えていただけますでしょうか。はい、ですね、市長に就任させていただいてからちょうど1年になります。コロナ対策に明け暮れる1年だったのではないかというふうに思っていますが、その中でもですね、所管の担当職員の方々と公約ですとかマニフェストの内容について、議論をさせていただいて、できる限りですね、新年度予算には反映できたというふうに考えていますが、例えば文化スポーツ面ですとか、あと障害のある方々の支援については目出しはできておりますけれども、より体系的な支援の充実が進むというふうに思っておりますので、まだ検討途上のものにつきましては2年目に入ってですね、検討を進めまして、できるだけ早い時期にですね、事業の内化を図っていただきたいというふうに思っております。また検討の協議なんですけれども、今回、連携推進会議のテーマとしている消防と水道ですけれども、これまで検討がなかなか進まなかった、つまり課題が非常に多く、
課題が幅広く一つ一つの事項が検討要する深いものだというふうに思っておりまして、そういう2つ の, ことがですね、継続的に検討できているということが連携する力のポイントだではないかなと思っております。特に水道問題、水道の経営のあり方については歴史的な水利権の経緯ですとか、県水道、市水道それぞれにですね、どういう影響があるのかっていうのを検証していかなければ、それぞれのメリットっていうのが明確に説明できませんので、事業そのものをですね、初めから検証するような作業も必要となってきています。そのために検討の時間はいただいておりますけれども、今の他局所として、検討させていただいておりますので、固まり次第ですね、連携推進会議に報告をして、実施に向けて取り組んでいきたいというふうに思っております。分かりました。あとは改めてになるんですけど、2年目の目標だったり抱負がありましたら教えてください。はい、この1年間ですね、社会状況の変化もあったというふうに思います。まさにコロナ禍の中で、市民生活をどう守っていくのかということだったんですけども、まだまだ感染、新規感染者高い水準にありますが、減少傾向が出てきて、減少傾向になっております。今年は日常生活、地域活動、経済活動を元に戻していく段階的な取り組みが必要だというふうに思っていますので、これからの感染状況をよく見ながらですね、例えばその市の中止していた催しの規模を縮小した開催で、正常通常の時に戻していくというのを考えながらですね、整備を進めていきたいと思っていますし、令和3年度で大きな変化としては、転入される千葉市に転入される方が増えたということだと思うんですね。それも全国の区域の規模で5,950だと思いますけれども、入居者が増えました。ライフスタイルが価値観が多様化して変わっている中で、千葉市の環境をですね、強化していただいている動きだと思っていますので、そうした動きをですね、しっかりと取り込みながら、この街づくりにつなげていく一年にもしていきたいなと思っております。文化スポーツ面、障害者の方々の支援についてまだゲストで会談の事項でですね、具体的なものもありますので、そういったものを具体化する一年にもしていきたいなというふうに思っておりますし、おとついですね、都内で企業立セミナーを開催させていただきまして、千葉市の立地のメリットを説明してきたんですが、企業の方々からはですね、やはりポストコロナにおける企業として求める価値観、環境というのも少し変わってきているというのを話をいただきました。新年度産業振興プランを改めて作りますので、その中でですね、企業の変化に合わせた千葉市の産業振興のプラン、土地利用の考え方について整理していきたいと思っておりまして、変化に対応して、この10年、5年間、10年間、どんなことをしていくのか、改めて整理する年になるのではないかというふうに思っておりまして、しっかりと取り組みを進めていきたいと思っております。それでは他にご質問は、3つの実施についてお伺いしたいんですけれども、まずこれ、期間などは何か設けられていたりするでしょうか。期間についてはですね、特に仕事の進め方をですね、整理していますので、特に期間は設けるんですけど、今現時点での窓式推進ビジョンにつきましては、20年後を見据えた10年間ということで考えています。以上でございます。ありがとうございます。期間は定めずに集めてということですけれども、何かその都度都度振り返りといいますか、見直しですとか、どのぐらい稼いできたかというのを確認されるそうです。基本的な考え方と、取り組む事業を2つ組み合わせたような指針になっていますので、事業進捗については毎年度の確認をしていきますし、社会状況の変化、これからももちろんあると思いますので、今回公表した考え方がですね、変更される必要がある場合には、それを改正をしていくと。その意味で、ずっとこれでいくというよりも、必要な改正を最適の時に重ねていく、そういった進め方をしていきたいと思います。ありがとうございます。ご質問いかがでしょうか。
しています。冒頭のお寺さんの関係で、市営住宅への参加者した方々の入居手続きが進められているので、経営体制、関係整理というのは見られていると思うんですけど、一方で生活されるにあたって避難されている方々にとって生活点ですかね、今後その、やらなきゃいけなくなってくると思うんですけど、その後についてはどのような指示されているのかとか。そうですね、避難されて松葉市でですね、自分に滞在され避難生活ということになりますけれども、やはり生活の立ち上げ、石田の地での生活の立ち上げになりますので、特に生活の立ち上げにかかる金額については市の方でも必要なものをですね、支援していきたいと思っておりまして、今担当課の方に、指示をしております。やはり僕はどこか親類の方がいらっしゃってですね、こちらの方にという方が多いんですけれども、そうは言ってもですね、一からの生活の立ち上げになりますので、その立ち上げにですね、必要な支援をしていきたいと思っております。ありがとうございます。はい、お願いします。今後の財政見通しの件でなんですけども、考え方は、分かるんですけど、全国の指定して最悪の実行歳出率はほぼ横ばい、こないだまで最低だった将来短期率に関してはまた上がってしまって、多分これまた上がったレベルになると思うんですけども、これで大丈夫なんでしょうか。なんていうんでしょうか、指標については、制度の中で黄色信号、赤信号というものがあるんですね。でもちろんそれには抵触しない水準で十分持続可能なようになっていると思っています。で、必要な投資をですね、しなければどんどん使用改善していくと思うんですけども、今後計画期間の中においてですね、必要な事業というのはありますので、将来の生活環境の改善のために必要な事業は行いながら、これ以上は悪化させない、そういった考え方でさせていただいておりますので、各種それぞれ事情はあると思いますけれども、特徴としては財政状況を悪化させてですね、必要なサービスを削ることが削らずにですね、必要将来のような投資を実現していくための財政指針ですから、その範囲内で事業を行っていく、その制約を住民たちに課したものというふうにさせていただいております。ここに出ている指標を上回るって、そのサービスやっていくっていうことはないっていう考えでいいですか。それともこれはあるんですか。例えば大きな災害があって、その時に一時的に財政出動しなきゃいけない場合は十分ありますけれども、その時々必要なことっていうのは継続に対応していかなきゃいけませんが、それその大きな災害というものではなくてですね、現在の状況が続くとして必要な事業を行っていく、将来のために必要な事業を行っていくんですけれども、その前提として、制約としてですね、財政、資料をいくつか置かせていただいて、その範囲内で事業を行っていく、そういうことを決めたものになっております。でこれ以上その数字を改善していくとですね、必要なサービスですとか事業を削らなきゃいけないというふうに思っているんですよね。削らなきゃいけなくなります。ただその事業についてはそれぞれ私は必要だと思っていますし、この指標が横ばいで続くことでですね、何らかの財政運営上大きな危機が来るものではありませんので、その水準を維持しながら必要なサービス提供、必要なその公共福祉を行っていくという考え方になります。数字をどんどんゼロに近づけていくですとか、小さくしていくということも目標に掲げる市ももしかしたらあるかもしれませんけれども、それはどういうことかというと、必要な事業サービスまで削減していかなければいけないというものであります。この財政健全化プランの10年余りの間で、かなり事業の見直しは進んでまいりました。これ以上ですね、さらに削減していくというのではなくてですね、必要な健全化段階にある懸念化された財政構造を維持しながらですね、必要なサービスは継続的に行っていきたいと思っていますし、社会状況の変化に合わせた新しいサービスの提供、また将来必要な都市、公共投資をですね、行っていくという趣旨でありますので、ぜひご理解をいただきたいというふうに思っています。ありがとうございます。他にご質問いかがでしょうか。東京市です。東京市民でお願いします。はい、ウクライナの関係のことでお問い合わせ、はい、ご質問ですけれども、
昨日あのゼレンスキー大統領が、はい、あの国会で演説されました、はい、まあ、それに行ったあの、諸般等を聞いていただきます。まあ、非常にあの、まあ、諸国の状況が危機迫る中でですね、その対策をされているということで、私はまあ心を打たれたというのがあの第一印象であります。で、まあ、内容の話ですので、まあ、しばしとしてできることの限りがもちろんありますけれども、あの、まあ、生活が奪われてですね、まあ、親類などを頼られて、まあ、しばしに、まあ、お越しになっている地域に暮らされる方については、あ、必要なですね、まあ、生活を維持する上での必要な支援をおしばしとしてお話しいただきたいというふうに思っておりますし、あの、まあ、通訳のボランティアの募集を、まあ、させていただくところですね、で早速あの11人の方からお問い合わせをいただいておりまして、まあ、こういったご協力に対してですね、あの市民の皆様のご協力に対して、各夫婦に感謝をするのであります。あと、ウクライナ関係で2点ですけれども、はい、あの、まあ、そもそもロシア の、 あの一連の行動についての市長 の、 あの個人的な見解があれば教えてください。そうですね、あの、まあ、現状変更をですね、武力で行うということに対しては非常に非常に感じておりますし、まあ、そういったことについては停止していただいてですね、撤退をいただくといいんじゃないかというふうに考えております。まあ、非常に強い、強固な気持ちを持っておりまして、早く突破決戦をして撤退していただく、まあ、それが国際秩序を維持していくために必要じゃないかと思いますし、あの、長期化しますと国際経済については、あ、まあ、千葉市の経済にもじわじわと影響が出てくる。まあ、そういった状況はさせないためにもですね、現状に復帰するそういったことが最善ではないかというふうに考えています。今お話の中でなんか経済への影響の話は多少はあったと思いますけど、何か目立った影響と、これまでですね、あの、経済構成局の方で、市内の費用に対してもですね、聞き取りは、あの、聞き取りは行っています。その中で懸念、即座にあの影響が出るというのは、あ、それを行えています。あの、具体的なお話はなかったんですけども、まあ、原材料とかですね、そういったものに対する長期的な影響は避けられないんじゃないかと。特にあの千葉市内の食品関係をございますので、そういった面での影響を懸念する声はいただいております。で、今後もあの継続的にですね、市内企業への影響についてはお伺いさせていただいて、市として必要な対応があればしっかりとっていきたいと思っております。空港の話になるんですけど、はい、まあ、あの、まあ、コロナ禍で経済というのがだいぶ疲弊している中 で、 でこういう状況になってますけれど、何か見込んだあのことを何かやるとか、それ今のところ考えがありましたか。そうですね、あの、まあ、コロナ対策の中でですね、あの、売上の減少に対応した支援金の支給を行っておりまして、3月までの売上についてもですね、あの、国県の対象にならない事業者の方の売上減に対しての独自の支援策を盛り込んでおります。まあ、今後あの、まあ、そういうコロナの影響の中にプラスアルファでウクライナの関係も来ますので、実際に、市内企業にどんな影響が出ているのかですね、お伺いしながら明日の対策を取っていきたいと思っておりますし、すでにあの相談窓口についてはお任せていただいておりますので、まあ、そのところに寄せられる声についても、あの、注意深く伺いながらですね、市内に企業の経営の継続を支援していきたいというふうに思っております。続きまして、バイさんは同じです。三河防衛新聞の山です。発表項目ではないんですが、あの、今日あの午前中にですね、あの、東京湾縦断のドローンの実証実験が行われて無事に成功したんですけれども、それについて、あの、関係市長なんか受け止めあればちょっと聞かせていただきたい。そうですね、あの、まあ、今日の、まあ、実証の報告についてこの後ちょっと聞くことになっていますので、あの、まだ詳細について追加にしているわけではありませんけれども、あの、まあ、どんどんその使った、まあ、宅配のビジネス化についてはですね、実現に向けて市場市も最大の支援を行うことにしておりまして、まさにあのスマートシティを作っていく上での先駆けとなるプロジェクトだというふうに思っております。長期間、あの、長時間のですね、安定飛行というものが、まあ、確立するための実験だというふうに理解をしておりますけれども、これをその、まあ、成功をさせてですね、社会実装とサービスにですね、あの、どうつなげていくか、今後もしっかりと取り組んでいきたいと思います。ありがとうございます。そのご質
問いかがでしょうか。よろしいでしょうか。はい、それでは以上の質問で理事会を終了します。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。